はい、こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画のテーマはこちらです。無利子無担保新型コロナウイルス感染症特別貸付について紹介したいと思います。コロナの、ね、影響でね、すぐにねお申し込みした方もいるかと思うんですけど、まだねこれからお申し込みするよっていう方向けに説明していきたいと思います。で本日の目次はこちらです。借り入れの方法ですね。借り入れの基礎知識について紹介したいと思います。その次に借り入れに必要な書類はどういうものがいるのか、新型コロナの特別貸付っていうのは普段の借り入れとはどう違うのかを紹介して、最後に、まあ、借り入れのコツ、あと面談とかね借り入れをする時の NG ワードについて最後紹介したいと思います。動画の方最後まで見てください。よろしくお願いします。それでは無利子無担保新型コロナウイルスの感染の特別貸付について動画で説明していきたいと思います。先ほど紹介したようにね、本日の目次はこのような流れになります。最初にね借り入れの基礎からその辺ということで、借り入れってどうやってするのとかね説明して、今回新型コロナの特別の貸付について紹介していきたいと思います。まずですね、借り入れの方法です。まあ多分起業するとき、立ち上げるときとか、新しい設備を借り入れしないのなという方がいらっしゃると思うんですけど、借り入れの方法にはどういうものがあるかって言います。家族から借りるってことですね。もし自己資金も方法の一つですね。メインがこちらの2つになります。銀行で借りるっていうのが一つの方法。その次にこの日本政策金融公庫っていうのがあるんです。この銀行で借りる、日本政策金融公庫で借りるか、これ2つ一番大きな、この2つの方が大きい方法じゃないかなと思います。一つがノンバンクです。これはカードローンとか、変なね、利息の高いようなところと、CM しているああいうところです。税率の高いところ。あれは、やっぱ税理士の立場から言うと、あまりおすすめはしません。中にはあれを借りてなんか返済してるんですけど、利息ばっかり返してて元本が減ってないっていうケースを多々見たことが実際にあります。ですので、あんまりノンバンクは最終手段として手を出さない方がいいかなと思っております。利息が高いのでね、コロナの影響でね、今は比較的借り入れが以前に比べると緩くなってますので、もしねどうしてもっていう場合があるんだったら、やはりこうね行ってね見ること、最初にこっちから攻めることをお勧めいたします。これ日本政策金融公庫さんは国がね絡んでるものですので、比較的創業の時の借り入れに強いとか、そういう傾向にがあります。このコロナのね特別貸付は日本政策金融公庫さんが先駆けてやってくださって政策だったんですけど、今ではこう一般の銀行さんもやっておりまして、スタートしております。借り入れの方法の流れです。コロナだからどうだとかそういうことはありません。これ基本的に流れは同じです。まずね問い合わせをします。まあ、電話でいいと思います。こういう事情なんですけどっていうことで、面談の日程を決めます。今コロナので郵送でお願いしますって言われた場合は、書類を郵送で送ればいいと思います。緊急事態宣言の時は本当にオンラインのみですとか、郵送の書類だけで受け付けますって言ってたんですけど、今はちょっと落ち着いてきているので初回面談が入ると思います。決まり、面談をすることになるかと思います。その面談の場で出せる書類は提出すればいいですし、まあ、後日必要な書類が出てきますので、そちらの際に書類を提出して審査がかかり、契約書類にね判子を印鑑を押す、まあ、先にここで押す場合もありますけど、契約系の書類に印鑑とサインや住所名前を書いて、審査が通れば無事に送金、まあ、入金があるっていう風な流れだと思っておいてください。こんな流れで、借り入れの方は進みます。次に必要書類について説明したいと思います。何が必要かなというと、まずね借り入れの申し込み書が必要になります。借り入れしたいですよという申し込みでしょ。自営業してる方、まあ、ビジネスしてる方は確定申告書が必ず必要になります。直近のって書いてありますけど、初めてのね取引の場合は3年間欲しいって言われるケースが多いようですので、ね、直近だけ去年の分だけではなく、その過去3年間分一緒についでに持っていくと手間が省けるので楽だと思います。あとコロナの場合はですけど、これです。売上減少の申告書、売上が減少してるよって比較できるようなものの申告書なり、今年の分はまだね概算で出てると思うので、まあ、入力、経理の入力をしておく必要があります。 Excel で作った売上表であったりとか、経理をしている、クラウド会計とか会計ソフトの中のデータを印刷して持っていく、売上帳を持っていく、売上が減少してるような書類が必要になります。取引がない方には商売の概要を聞かれたりとか、あと免許証とか必要な書類が出てきますね。そちらを指示に従ってしてください。そんな難しい書類はないので大丈夫かなと思います。これプラス印鑑証明書ですね。あと納税証明書、書類が必要になると思います。事前に準備できれば準備しておいてもいいかなと思います。自分たちが用意する書類としてはメインに紹介できてるんじゃないかなと。こちらもう少し見ていきますね。これは広子さんの方の方なんですけども、個人事業の方ね、新型コロナウイルス感染特別貸付が欲しい方は表になってますので、これ借り入れ申し込み書、新型コロナウイルスの影響に売上減少の申告書、これワードとね PDF とダウンロードできるので、こちらの方に記入して持ってってももちろんいいです。最近2期分の確
確定申告書って言われています。銀行の場合はね、あの取引内部は3年分持っていってください。で、青色申告の方は青色申告決算書や、白色申告の収支内訳書を含みますよってことですね。あと見積書は、これは設備資金を申し込みの方ですね。何か大きなものを買う方は見積書がいりますよっていうことです。現在取引がない方は、今紹介したように商売の概要、運転免許証、許認可証のコピー、届出が必要な事業を営んでいる方はこちらのものがいたしますよってことですね。私の場合だと多分税理士証、税理士ですよっていう証明書は多分出してほしいって言われると思います。許認可系のものがある方はこちらのコピーがいます。このページね、ダウンロードできるように貼っておきますので、概要をねダウンロードしていただければその書類が手に入る、概要欄でチェックお願いします。はい、そして今回のね、新型コロナの特別貸付の中身についてです。何が一体普通の借り入れと違ってお得というかいいのかっていうと、実質無利子です。利子がかからないんです。3年間は利子補給ということで、払うんですけど利子が後で補給されるので、実質利子はなしになります。これ大きいですよね。銀行だと融資期間が10年まで。もっと短くもできますけど、最長10年ですね。日本政策公庫さんは、設備投資の場合の借り入れは20年。運転資金の場合は15年というふうなふうに決められております。そして、据え置き期間というのがあるんですね。据え置き期間というのは、この年数は返済が始まらないでストップですよ。まあ、利息だけ返すんですけど、まだ返済がスタートしない。そのまま置いておけるというものが据え置きというものでと思ってください。これがね、5年以内だったら OK です。そうすると、据え置きってことは、その間は返さなくていいので、で3年間利子も補給して、まあ、実質無利子なので、手元に現金を借り入れて置いておくことができる。もしくは、運転資金のために使うことができる。スタッフの、ね、給料が払えると。あと保証協会の保証料もゼロになります。これも大きいですね。あと複数回の利用も可となっております。追加でまたね借りたいとかいうふうな事情があれば相談してくださいということですので、複数回の利用も可です。ただね、今当初の緊急事態宣言が出た時の借り入れ、新型コロナ特別貸付に比べるとちょっと厳しくなっております。あの時はね、あのスピード重視で、この金額通るんだっていうような金額が皆さんね、実際お客さんが通ってましたので、あの時にね、本当に売り上げが本当にダウンして、まあ困ったっていう形で借りに走った方は、比較的今ほど他のね、いつもの借り入れと比べたら、コロナの特別融資っていうのは好条件なんですけども、その時のね、緊急事態宣言が出た時のこの同じコロナよりは審査も厳しくなっているようです。厳しくはなっているんですけども、条件に当てはまれば借り入れないことはないので、ぜひね、今からね、借りようと思っている方は、こちらの条件該当すれば OK です。特別なこの貸付の条件は、売上が昨年度と同じ月と比べて 5% ダウンしていれば OK になります。だから 5% だけダウンしていれば該当するので、該当する方はぜひこちらで借りた方が、いる方がお得かなと思います。例えば去年の確定申告書見て、経費がね、300万でしたとか400万でしたったら、大体それぐらいが出るんじゃないか、大体それぐらいが出るというような判断条件、判断基準として利用していただければと思います。こんな条件の借り入れって今までなかったのでね、使えばいいかなと思います。借り入れのね、コツとね、NG ワードについてちょっと紹介したいと思います。借り入れするにはやっぱコツがあります。NG ワードもあります。一番いいのは借り入れのこと、まず担当者がいることですね。取引で、まあ、知り合いでもいいです、知人でもいいんですけど、その借りようと思っている銀行や公庫さんに担当者、知り合いがいる、やっぱもう人脈とかって広げておくべきだなと思うんですけど、担当者が知ってる人っていうのは本当大きいと思います。こっちも聞きやすいじゃないですか。相談しに行っても知ってるっていう人だけで聞きやすいです。日本政策金融公庫さんに知り合いがいなくて紹介してほしいって方は、税理士は結構地元 の商工会とかそういう日本政策金融公庫とつながっていますので、税理士自体に担当がついております、まあ、税理士の、ね、先生にお願いしてちょっと紹介してくれませんかとかね、一言ね電話入れといてくれませんかっていうのが一つの方法かと思います。あとメインバンクですね。これは付き合い自体があるってことです。例えば住宅ローンを組んでる方とか車のローンを組んでる方っていうのは、そこのね時にお世話になった多分とお付き合いがあると思うんですよ。過去の仕事の関連でね、昔借り入れしたことがあるとかいう方がメインバンクさんと付き合いがある、まあ、ということは担当者がついてると思いますので、そちらの方に相談するっていうのもコツの一つです。資料をある程度向こうは持っているので話が早いっていう場合が多いです。あと必ず条件は比較することですね。今回はね、コロナの貸付はだいたい銀行さんにいても金融公庫さんにいてもそんなに条件大きく変わらないんですけど、普段の借り入れの場合は金融公庫さんの方が借り入れ額がたくさん出たっていう場合もあれば、一体銀行先の方がたくさん出たって、人によってそれぞれなんですね。あと返済期間も違いますし、利息にも違ってきますので、やっぱり条件がいい方で借りた方がいいので、必ず地価2個は比較した方がいいと思います。普通の借り入れの場合はね、コロナの貸付の場合はもう基本的に決まって
ってますので、どちらでしてもいいです。自分が付き合いがある方でいいのかなと思います。条件を比較するっていうのは大事なポイントです。あと説明ですよね。面談の時にですね、どうして借りたいのか理由は明確にしてってください。なんとなくじゃやはりねしてくれにくいので、理由は明確にしてください。このために使いたいんですとか、事業資金として使うっていうのがコロナの、ね、貸付については重要なポイントになりますので、運転資金、事業資金として借りたいんですということで理由は明確に言うことです。これが借り入れのことですね。なんか NG ワードとしては逆になんかなんとなく借りに行きましたとか、なんかコロナで今貸付がお得だから借りに来ました、全然困ってるわけでもないのにとか、そういう風な借り方とかは NG になります。資金繰りや返済の予定計画をなるべく言うようにしてください。こういうことをして、売り上げが今入ってきているのでそちらを返済に充てようと思いますとか、こう資金繰りや返済の予定計画は言えるようにしておいてください。なので NG ワードとしては返せない、返せないです的な言い方をしてしまうと誰も貸したくないですよね。あのリスクは大わけですよね。人にお金を貸すっていうことは、ね、今コロナによって売り上げがぐっと下がってる事業者さんにこんだけの金額出し貸して大丈夫なんだろうかとか、一体返してもらえるんだろうかと思うんですよ。普段皆さん逆の立場に思ってください。なんか誰か知らない他人にお金を貸すってできますか、ね、いきなり初対面のねフラッと問い合わせに来た人にお金を貸すって結構ハードルが高いというか、本来だったら怖くてできないことだと思うんですよ。現状ね、自分の商売がどういう風にやってきて今どんな現状なのかっていうのはきちんとお話しするべきだなと思います。はい、で最後まとめなんですけど、借り入れはやはりねうまく使ってください。このコロナによってね、その運転資金、事業資金に使うのもありですし、もしね あらかじめ借りておいて、もし万が一あ必要なかったな返せばいいので、ね、万が一ねじゃあこんなことになるんだったら借りておけばよかったと思って借りに行っても、また審査にちょっと時間がかかるので、すぐにね手元に来るわけじゃないじゃないですか。借り入れをうまく使ってこの困難を乗り越えていくといいのではないでしょうか。注意点なんですけど、借り入れの返済額は経費にはなりません。これは利息の部分は経費になるんですけど、返済の金額は経費にはならないので、そこ勘違いされている方がねたまにいらっしゃいますのでお気をつけください。こちらね動画で1回出しております。会計科目何にして仕分けしとけばいいんですか、やり方はどうすればいいかっていうのを一度動画で紹介してますので、そちらの動画の方見ていただけたらと思います。そして現段階なんですけど、特別貸付は年内締め切りとなっております。まあ、もしかしたら延長される可能性もあるかもしれないんですけど、一応年内までもしね考えている方は早めの方がいいと思います。はい、それではですね、オンラインサロンを私運営してるんですが、こちらはオンライン上で税理士を味方につけようということで、顧問料より圧倒的安い値段で税理士を味方につけれる地学生の完全会員制、Zoom でコミュニケーションを定期的に取っておりますので、私に直接ね、Zoom 上でお話ししたりとか相談することもできます。もしね、興味ある方は URL に概要欄を貼っておきますので、そちらの方ぜひクリックしてみてください。チャンネル登録の方よろしくお願いします。高評価ボタンのグッドボタン、あとコメント、感想、取り上げてほしいテーマなどありましたら、ぜひぜひコメント欄に記入していただき、目を通しておりますので、そちらの方よろしくお願いします。はい、それでは本日の動画以上になります。いつも最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録もお待ちしてます。じゃあ、またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。またねー。またねー。